だね。多分すごい動いてる。動いてる。もう取れてます。サンチャゴ。すごい。これでいくともう SD カードに入るその YouTube にボーンと入ってくる。YouTube デビューかも。デビューかも。YouTube で。でも最近本当にあの YouTube で上げといた方が見てもらえるっていう可能性が確かにありますね。あんな、下手に著作権がどうのこうのに YouTube を上げた方が下手にどっかに作ってるのがすごい。かわいい。すごい、生放送中です。いいだろうけど、今日切り倒されてますよ。そんなことはできません。アテナテレビの CTO ですから。ね、CTO CTO ですから。そうそう、いや、いろいろ本当にね、カバヤにお世話になったしね。なんか、ライバルのテレビもすごいよね、なんか頑張ってるし。頑張ってるね。あ、そっか、まだアンガールズダウンしてないの。すごいね。だってそれ一日ぐらい、翌日の休みは一日ぐらいじゃないですかね。翌日から絶対仕事入ってるはずだけど。仕様で、仕様で。そんなね、そういうね、今はジャニーズだ。この子話題なんですか。あ、でもないですよ。怖いもんないでしょ、これさ。ゲーム始終も24時間起きてるけど。あ、起きてる。絶対に寝たくてない。まあね、我々のやつはとにかく交代交代で寝てるみたいなやつ。はい、私は2時間でした。すみません。いや、でも22時間すごい。あ、そう。え、なんで。いや、だって大阪が3時間放送してますから。言葉の問題だって。そう、先があるけどな。でもやっぱりね、何でやるのがいいのかっていうと、そうでもないね。何でやってテンション下がるよりは、順番で順番で何かいろいろ変わったことができた方がいいですよね。そうですね。しかもね、でも来年テーマ決めましょう。来年テーマ、テーマは今年愛にし損なったんで、愛とかビーとか。愛一番いいとかね。でもなんかいろいろね、いろんなところで面白いところとか見えてきてると思うんで、なんか料理がテーマとかなんかやるし、あともっとブロガーとかいっぱい入り込んで。そう、今回はね、今年はね、努力がアルファブロガーさんがみんな忙しくて、合宿だったりとか、忙しくて、ちょっとアポが取れなかったので、来年ちょっと先にね、アポが走って。ちゃんと。あのブログ TV で仕込むとか。うん、だからそしたらもう来年なんだからもっとね、そういうブログ番組増えていってるし、テレビ番組がもうみんなこういうやつをやってくるのもあるだろうし、なんだろう、年に1回24時間もそうなんですけども、もう一回とか言ってるよ。ちょっと、いや、やった方がいい。今だって TV を YouTube に上げとくだけでも、ビデオブロガーってブログとしても、もう6年間やってきてるっていうのは確かにあると思う。そうですね。みんな急にここで打ち合わせをやるときに決めて、神南 TV っていうイベントにしちゃえばいいです。はい、なるほど。逆に言うと、もうここでもう定期的にもう通ってくだけでやって、生放送じゃなくて YouTube で見てねみたいな。そのぐらいこういうふうにね、できるんだったら、3日目ぐらいでバチンバチンと自分らでこうスイッチにしていって、だからね、ちょっとここをもうちょっとこうスッキリさせて、3日目放送局の YouTube に上げるだけスタジオみたいなレンタルするのありますね。いいですね。そうですね。で、サウンドがバーンとか SE とかチョーンとかガチッとかれて、顔がこう終わってますけど、誰がやんねん。俺かばやしか俺かいやいやいや。だからでもそれがあると、こちら側もね、なんかこう一緒にコミュニケーションできて、崩壊録音形式、なんかそれが。あと、なんだろう、やっぱりこっちで見てる人と喋ってる人たちに、こっちをバックにしてやると、みんな映って嬉しいから、一緒に聞いてくれる。こっちにカメラ置くの。だからこっち側、普通背景をこっち側にしようか、ニュースステーションとか見たら、こっち側からやって向こうに見えるやつの方が、結果としては面白いかもしれない。それでやるのは、後ろで人がガヤ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 してるとかね。
それやってみたいな。カメラ位置ぐらいだとすぐ ね、あの変えられるレイアウト。これがあるから。そういうやつだけど、ね、なんか同意が得られないの。どうしたの、何が問題なの。何がそんなに。なんかもうすごいこと言って。いや、やってみる間に見えるんだよね。実績というか、そう、6年間やってるんですよ。6年の実績を引き継げるんですよ。なるほど。6年間やってるんですよ。ね、それから私全然、そういつも自腹で広くて。10年やってますから。確かに。動画を残ってないですから。いやまあ、そういうのも含めて、ね、あんな、いろいろと盛り上がってきてるんで、そろそろ、ね、はい、24時間ね、神南TV、お疲れ様でした。はい、来年はいつですか。来年は8月の最終の日。最終の日、いつなんだ、わかんない。わからないけど、8で、で、6時から6時から、6時から、はい、来年はちゃんと鍵を開けるんだ。そうですね、そこから始めようね。まあ、鍵はね、誰かが預けてるもんだよ。みんながみんなその方法を確認してなくて、宮城さんからもらえようにもしかして鍵開いてなかった。そうだ、来ましたよ。だって本当閉まってるんだもん。ありえないから。みんなが、あ、そうか、鍵の話って何もしない。打ち合わせしたから、何でも打ち合わせしたんだろうみたいな。チェックリストいるかもしれない。はい、まず最初の第一項目として一歩一歩成長していく人になってるみたいな。でも普通のね、プロジェクトだとそういうことばっかり考えて、もうね、あれだけでもで、それぐらいのね、ゆとりを持ってね、ああみたいな。もう本当にね、二人ともね、もう慣れたもんだから。全く合わせてませんでした。2時間遅れぐらいかな。2時間19分遅れさ。かばやのがどないしたみたいな。声へんよみたいな。じゃあそういうことで、はい、それではまた24時間テレビ、じゃあ順番テレビ、また来年お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでそのまま回したままでいいじゃないですか。はい、ありがとうございます、小林君。はい、てな感じでですね、はい、YouTube、10分以上喋ったかな、これ。10分以上喋ると切らないとダメなんで、めんどくさいなって感じ。